おすすめの書籍があれば教えてあげますか？小説などノンフィクションでも。ひろゆきおすすめ書籍とかで、調べればわかると思うんですけど、去年の終わりに、プロジェクトメアリーっていう本を読んだんですけど、結構面白かったです。マーズ？あれ？マーセリアン？なんだっけ？火星の人っていう、マット・ディモンが主人公で、火星に行ってひたすら生活する宇宙飛行士の話の原作を書いた人が、記憶喪失の主人公の話の、小説を書いたんですよ。まあ、宇宙ものなんですけど。で、主人公が記憶喪失で、オデッセイ、それ。主人公が記憶喪失の小説を読むときって、どんな話とか、どんなあらすじとかっていうのを聞かない方が面白いんですよ。要は、何も記憶喪失だから状況がわかりませんという主人公に合わせて、だんだん、こういう話なのね、こういう出来事があったのねっていうのを知ることによって余計面白かったので、前にも聞いてごめんなさい。はい。っていうのがあるので、プロジェクトメアリーを突然クリックして買って、そのまま読み始めてください。